熊の方なんですけど、百坊谷コースから僕らの広場まで行くつもりです。この辺はずっとコンクリートの市街地なんですけど、結構坂がきついところもあってしんどいです。まあ、この郷土博物館のところまで来たので、あと少しで登山口ですね。ここは休館しています。昨日はちょっと寒いぐらいだったんで、今日は厚着で来たんですけど、まだまだ暑いですね。暑いぐらいです。登山口まで来ました。昨日一昨日の雨でまだ少しぬかるんでますね。ぬかるんでるわ。気をつけていきます。川の音が聞こえるところですか。はい、一度下りだけこのコースは来ています。で、僕らの広場は鳴川峠から市の奈良川に降りるつもりでいます。これも初めて行くコースです。この辺は実にこの平面で歩きやすいんですけどね、確か急なところがあったと思う。鳴川に行ってちょっと滑りそうに怖い。
もうちょっと暗い、狭くて急だから。5と6の間は短かったかな。この橋、鉄橋でな、やっと登山道かな、これ。厳しいな、階段を。広いからなし。さっきの鉄橋の楽々登山道に行く人気で、僕らの広場あと1キロ。天気がいいっすね。これもまたね、大きい石の階段。9まで来たよ。あれてんな。
がありますよ。このコースがちょっとしんどいところ、休憩所が一番少ないところ、中部です。96やっと休憩する椅子があった。この辺はのんびりしてますね。結構ここ下までに椅子があるんです。で、眺望は何にも見えない。実は翔丹山のあの神社のところでお祭りしててだんじり走ってたんですけど、ここまでだんじりの太鼓の音が聞こえてるわ。すごいな。本題、さっきちょっと撮影一瞬だけしました。ちょっとしんどそうやな。
展望台ですね、あれ。もうちょっと冷たい風だといけるかな。今日来てよかったなって思うこと、ブンブンやってくる虫がもうだいぶ減って快適になったわ。どうやな、これは昔はどういう状態だったのか気になるな。なんか上手見たら怖そうやな。ちょっとなんか可愛いな、上に欲しい。浮いてるわ、パパ。日差しが暑い。暑いぐらい。マウントちゃん、マウント、マウントはパタパタ、ミスターみたいな。ここまで来たらあと一息。これもレストハウスの博物館みたいな展示物が無料で見える。あとはまあ食事ができたり、トイレ、お店みたいなレストランもなかった。気持ちいいね、これ景色が。
僕らの昼間って昼ご飯食べるのが何よりも気持ちがいいんですよ。なんかここまで来てもちょっと風が冷たい、風が吹いてちょっと寒いです。目指しましょう。初めて行きます。全然どんな感じか知らないんです。なんかさっきの登りはなんか夏みたいに暑かったけど、急になんか風がゴーゴー吹いて、ね、ちょっと秋から初冬という感じぐらいのなんか冷たい風になってきました。下りとか知らなかったら、なんかもっと水平な道のイメージだったかな。下っていくとは思わなかった。まだ鳴川峠についてないのに、こんなになんか荒れてんのかいな。イメージと違うなぁ。なんか粘土質。
雰囲気が変わりましたけど、道も鉄を去っているし、いい雰囲気変わったな。京都のハイキングコースに合流、大谷の石畳の道、この中央線の成川とかですな。分岐点があるんですかね。別のちょっと先の千光寺というところに行けるなら行ってみたいなと思ってるんですけどね、道に迷わなかったらいいなと思って。これは立体か、立体的になってるのか、これかな。よく見える鳴川峠が飛んでるですよね。まあ、この駅に行くつもりやからこっちなんでしょうな。これこの駅から帰ろうかなと思ってるんで、あるかな。まあ、なんか山とかでもこのここで道が分かれてましたね。やっぱりこの左側のコースもなんでしょうね。なんか通行本能とかありますか。左行ってみましょう。分岐点ですな。ヤマップでは上やったから上の方、あ、でもあそこに千光寺って書いてますね。真っ暗行こうかな。ちょっとね、ここ書いてるからやっぱここ行ってみようかな。よく分かれんよな。すごいな。ぬかるみはすごい。もうつい滑ってこけてしまいましたわ。こういう石のところで。で岩だから滑る。結構激しいですこの道。こんなもう川やんか。明るいところに行きますから、こんな感じです。
水せせらぎです。この道は人が全然誰も通ってないわ。誰も会わない。綺麗な川。だけ風が強くて寒い。あとはまあ割と暑いですね。綺麗なこと、うん、今日も歩いていたくてな。分からんな。無理そう。諦めようか。水源やって古いな。きれいよね、これ上か下か言うて、これお前よ。でもこの看板は多分こっちやねんな。なんかこっち行きますわな。えらい大木やないか。下が落ちていくそう。やっぱり乗馬ってやねんな。
すごい綺麗な竹やぶに来ましたよ、これ、ね、京都でよくこれを見てるけど、たくさんのこんなところがあったんでね、新緑も綺麗。綺麗になった。なんとか到達できましたが、修行するところなんだからあんな道が険しいんだ。一人おれへんな、誰もおれへんな、駐車場に帰り駅に向かいますよ。俺ここコンクリートやけどすごい坂、暗がり通るみたいな、すごい坂ですね。うわぁ、駅まではこういうね、住宅街みたいな感じとか、コンクリートのこの道が続くので、こっち側から来たら登山口までの距離はだいぶあるでしょうね、これ。あんまりそっちは行きたくないかな。一番面白くないんだよな、これコンクリートの坂道は。綺麗な景色ですね、これ。すごい大きな橋。
か上りになってくるこれあの橋渡るのかな。迷いながらもここ行きましたが、うん、しんどいけどちょっとお参りしとかんとね。綺麗ですね。山上口駅っていうかな、着きましたね。今1時15分ぐらい、だから3時間ちょっとぐらいだったかな。道迷ったりちょっと休憩したりしながらやったから、距離としてはだいぶ短かったんかな。今日のところはこれでお疲れ様でした。さようなら。